イゲ抗体の構造免疫グロブリン E とは、哺乳類にのみ存在する、糖タンパク質であり、免疫グロブリンの一種である。1966年、石坂金成は、ジョンズ・ホプキンズ大学において、豚草に対して、アレルギーを持つ患者の血清からイゲを生成した。また1967年には、ウプサラ大学の SGO ヨハンソンとハンス・ベニッチも、独立して、 これを発見した。イゲの E というアルファベットはこの抗体が後半を弱気するということに由来している。イゲ分子は2つの重差と2つの軽差から構成され、2つの抗原結合部位を有している。健常人における結成中のイゲの濃度は何ミリリットル単位であり、他の種類の免疫グロブリンと比較しても非常に低いが、 アレルギー疾患を持つ患者の血清中では、濃度が上昇し、マスト細胞や抗炎気球の細胞内下流中に、貯蔵される生理活性物質の急速な放出を有機する。これらのことから、イゲはヒスタミンなどと並んで、アレルギー反応において、中心的な役割を果たす分子の一つとして、数えられる。また、イゲ分子の性質として、胎盤通過能や、 固体結合能を有さない。分子量は 188K だ。イゲの結合を介した脱化粒。イゲはイグをはじめとした他のアイソタイプと構造的に類似している。これらの分子は2つの重差及び軽差から構成され、ジスルフィド結合により結びついて Y 字型の複合体として存在している。この Y 字状分子の2箇所の上端部が抗原結合部位。 下端が、受容体との結合部位である。抗体分子一般の構造の詳細については、抗体の項を参照のこと。イゲ重査の定常領域は4つのドメインから構成される。これらは、可変領域に近い方から、C、シープシロン1から4と呼ばれ、イゲ受容体への結合には、C、シープシロン3ドメインが重要である。形質細胞により産生されたイゲは、 マスト細胞表面のイゲ受容体に結合し、脱下流反応に寄与する。マスト細胞表面受容体上のイゲに抗原タンパク質が結合すると、イゲが抗原を加強するような形になり、細胞内下流中に貯蔵されているヒスタミンなどの放出が行われる。その結果として炎症反応を促進するが、炎症には急性炎症と慢性炎症が存在し、 それぞれ関与するメディエーター、細胞などが異なる。マスト細胞の脱化流により放出される物質の、内ヒスタミンは、血管透過性を更新させることにより、急性炎症を促進する。また、ロイコトリエンやサイトカイン、ケモカイン等の分子は炎症における遅延型反応に、関与し、炎症性細胞を動員するなどの役割を果たす。 気管支ぜ息等のアレルギー性疾患の患者では、血清中、イゲ濃度が高値を示し、これらの反応が更新されている。イゲアイソタイプは、抗炎気球やマスト細胞と共振化し、全虫のような寄生虫に対する防御に用いられるが、細菌感染にも有効である、可能性がある、要出典。疫学的研究によると、人では、マンソン重血球虫。 アメリカバリムシ、センチュウに感染すると、イゲレベルが上昇する。イゲは、肺に付着した、ハリムシの除去に有益である、可能性が高い。1981年、マージープロフェットは、アレルギー反応が、毒物から身を守るための最後の防衛手段として、進化してきたことを提案した。当時は物議を醸したものの、新しい研究では、 有害な毒素に対する防衛としてのアレルギーの適応的役割に関するプロフェットの考えの一部が支持されている。2013年にはミツバチやラッセル鎖蛇の毒に対する後天的な体制にイゲ抗体が不可欠な役割を果たしていることが明らかになった。著者らは少量の蜂毒がはるかに大量の致死量に対する免疫をもたらすとし、 この種の独特異的でイゲ関連の適応免疫反応は少なくとも進化の観点からは動物が蜂の巣全体に遭遇した場合や蛇に噛まれた場合など潜在的に毒性のある量の毒から縮小を守るために発達したと結論付けている蜂毒の主要アレルゲンはイゲ抗体の産生を伴う巣に免疫応答を誘導し 潜在的な致死量のチャレンジに対するマウスの抵抗力を高める可能性がある。抗体分子は一般に B 細胞から分化した形質細胞によって産生されることが知られている。形質細胞はその細胞表面に発現している抗体分子と同じものを産生することができる。抗原に出会っていない。 B 細胞はその表面にイムあるいはイグドを発現しているものが多い。これらの細胞に対してサイトカインによる刺激が入ると遺伝子の組み換えによる免疫グロブリン分子のクラススイッチが生じる。イゲの酸性は、スに細胞などにより酸性される、インターロイキンマイナス4により促進され、インターフェロンガンマ刺激によって抑制される。また、活性化したマスト細胞は、 イルマイナス4およびイルマイナス13の分泌や CD40 リガンドの発現により B 細胞を刺激し、イゲ定常領域を高度する C イプシロン遺伝子の転写を更新させることによりイゲ、酸性の更新が行われる FC 受容体と抗原の相互作用イゲは FCV と呼ばれる部位を介して細胞表面のイゲ受容体と呼ばれる分子に 結合することが知られており、FC プシロン受容体は、マスト細胞、抗炎気球、抗酸球等の細胞に発現している。FC 受容体に対して抗体が結合し、細胞の細胞内下流に蓄えられている。ヒスタミンなどのメディエーターは、FC 受容体に抗原が結合することにより、誘発され、種樹のアレルギー反応に関与している。イゲ受容体には、イゲに対して、 高神話性を示す FCE プシロン RI と低神話性の FCE プシロンーが存在する。これらは細胞膜を貫通して細胞内外にまたがっているが FCE プシロン RI は細胞外領域に免疫グロブリン様ドメインを複数固有しており免疫グロブリンスーパーファミリーに属する。 血中のマスト細胞や抗炎気球をはじめとして、ランゲルハンス細胞や樹状細胞などの抗原定時細胞、抗酸球、単球などの細胞において発現が見られる。FC プシロン RI は、α 差、β 差及びに両体のガンマ差の4両体構造を取り、計7個の膜貫通ドメインを有する。細胞外ドメインを、主とした α 差は、 イゲトの結合部位を有しており、β 及び、ガンマサの細胞内ドメインは、シグナル伝達に関与しており、リンなどのチロシンキナーゼの、リン酸化を介して行われる。一方、FC イプシロンーは、C 型レクチンであり単量体あるいは、オリゴマーとして存在している。FC プシロンーは、B 細胞において発見され、その他にも、単球、活性化 T 細胞、抗酸球、 結晶板などの細胞表面に発現していることが分かっているが、その機能については FC プシロン RI と比べて十分に明らかになっていないところが多い。FC プシロン D には細胞膜上に存在する MCD23 と可用性受容体として存在する SCD23 が存在する。SCD23 は B 細胞に対する 増殖因子として機能し、イゲの合成を促進する。形質細胞により産生されたイゲがマスト細胞、および、抗塩気球表面の FCE プシロン RI に結合することで、メディエーターの放出が促進される。抗原定時細胞上の FCE プシロン RI、あるいは FCE プシロンーにイゲが結合することにより T 細胞の活性化が引き起こされるが、 マスト細胞などによる気候に対して、ポジティブフィードバックとして働き、イゲのクラススイッチを更新する、L、イルマイナス4の酸性量が増加することによる。マスト細胞上のイゲ受容体を介した、シグナル伝達経路には大きく分けて2つの経路が存在し、細胞膜のラフトに存在する膜結合型アダプター分子であるラットを介する、経路と介さない経路に分けられる。 前者の経路は、抗原刺激により不 c イプシロン RI、ベータ差のイタムと呼ばれる領域にチロシンキナーゼである、リンが活性化を受けて結合する。イタムとは、チロシン残機を二つ含みシグナル伝達に関与する、モチーフである。引き続いてリンが、ガンマ差のイタムをリン酸化し、その部位にチロシンキナーゼであるシックが引き寄せられて、結合しリン酸化を受ける。シックは、 ラットのリン酸化を介して、さらに下流に存在する低分子 G タンパク質の活性化を起こす経路、ホスホリパーゼシー、マップキナーゼなどを介した種々の経路を活性化させる。これらは、最終的に、小胞体からのカルシウムイオンの放出や、細胞の脱下流反応、プロスタグラン人類をはじめとしたエコサノイドや、炎症性サイトカインの酸性更新などを引き起こす。 一方、ラットを介さない経路として、抗原刺激により、チロシンキナーゼフンがリン酸化され、アダプター分子であるガブニを介して、パイ酸キナーゼを活性化することが知られている。ありがとうございます。